ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。世界史で習った世界四大文明ってあるよね。有名な世界四大文明だな。それがどうかしたか。日本では当時1万年以上縄文時代が続いていたわけだけど、世界四大文明と比べてどうだったのかな。じゃあ今回は縄文時代の世界文明との関わりについて解説していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。まずは文明というものについて説明するぜ。ほうほう、まず文明についてね。文明は人間が作り出した高度な文化や社会を指すんだ。まず農耕による食料生産と余剰農作物の生産が前提とされる。文明と非文明の区分には、継続的な食料生産と食料の確保、都市、公共建造物、大きな人口、冶金術、合理科学の発達、食料や階級の文化、文字、支配的な芸術様式などが指標として示されているんだ。四つの世界文明と呼ばれるメソポタミア文明、エジプト文明、インダス文明、黄河文明は、いずれも大きな川の流域に栄えていたんだ。世界四大文明ってみんな大きな川のそばだったんだね。今から約1万5000年前から約2300年前まで続いた日本の縄文時代は、紀元前5000年頃から紀元前2300年頃に誕生した4つの世界文明よりもはるか昔に誕生している。世界四大文明の始まりって縄文時代の始まりよりも後なんだね。この後、縄文時代と世界四大文明に見られる共通点や違いなどを紹介していくぜ。まずは、世界四大文明のそれぞれについて見ていこう。まずは、メソポタミア文明について説明するぜ。ティグリス川とユーフラテス川の流域のメソポタミアに成立した現在人類最古と考えられている文明だ。紀元前3000年頃、メソポタミア文明の始まりとなるシュメール文明が花開くんだ。シュメール文明というものが、メソポタミア文明の始まりとして存在したんだね。シュメール文明では文字、言語、医学、天文学、数学、宗教、戦術、呪い、魔術、神話などの分野が、初めて生み出され、ウルク、ラガシュなどの都市国家が築かれたんだ。それぞれの都市の中心には、ジッグラトと呼ばれる政党が置かれていたんだぜ。シュメール文明を築いたのはシュメール人だが、実はシュメール人には謎が多く、出自不明の世界最古の民族の一つと言われているんだ。メソポタミア文明は、シュメール人、セム系、インド、ヨーロッパ語系などの民族が攻防し、バビロニア、アッシリア、ペルシア帝国などの古代国家が成立していったんだ。最初の農耕、牧畜が始まり、その中から青銅器を持ち、くさび型文字を用い、多神教に基づく神殿、いわゆるジッグラトを中心とした都市文明が生まれ、60神法や太陰暦などの文化が形成された。このメソポタミア文明はエジプト文明とともに、広くオリエント文明を構成する中心地域となったんだ。一口にメソポタミア文明といっても、様々な民族と国家の歴史が交錯しているんだね。次は、エジプト文明について解説するぞ。ピラミッドが有名だけど、それぐらいしかわからないな。エジプト文明はナイル川流域に生まれた古代文明だ。ナイル川下流の大三角質地帯である下エジプトの古代エジプト人が、メソポタミア文明の影響を受けて、紀元前5000年頃から灌漑農業による農耕文明に入り、ノモスという小国家の分立を経て、紀元前3000年頃にノモスを統一してエジプト公国を成立させた。エジプトにおいて、ナイル川の定期的氾濫によって肥沃な土地という恵みを受けて形成された文明なんだ。へぇ、川の氾濫で肥沃な土地になるものなんだね。農耕文明はメソポタミア文明より遅かったが、統一国家の形成はそれより早い時期だったんだぜ。公国の時代に青銅器の使用、ヒエログリフ文字、ピラミッドなどの特徴のあるエジプト文明が繁栄した。エジプト王国はその後、中王国、新王国と推移し、紀元前332年までに31の王朝が興亡した。そうなんだ、31の王朝って、随分数多いね。この間、一時的にヒクソス、アッシリア、ペルシアなどの異民族の支配を受け、新王国はシリアに、進出するなど、他のオリエント世界と密接な関係にあったんだが、エジプト文明は維持され続けたんだ。オリエント世界だけでなく、ナイル川上流のアフリカ世界の黒人王国であるクシュ王国のエジプト支配、あるいは西方のリビアからの侵入があったことも、最近の研究で分かってきているんだぜ。紀元前4世紀のアレクサンドロス大王の支配、プトレマイオス朝エジプトのギリシア系権力が成立したが、この王朝の王はファラオを名乗り、エジプト文明の要素を吸収して、いわゆるヘレニズム文明を形成した。しかし、プトレマイオス朝が紀元前1世紀末にローマに滅ぼされ、エジプト文明は終わりを告げた。エジプト文明は3000年近く続いたってことなんだね。お次は、インダス文明だぜ。インダス文明は重要な人類の古代文明の一つと言われているんだ。紀元前2500年頃から1500年頃まで、インド西北のインダス川流域に成立した都市文明なんだ。現在はその大部分はパキスタンに属するんだがな。下流域、シンド地方のモエンジョ、ダーロ、上流域、パンジャーブ地方のハラッパーなど、
これらは代表的な遺跡ではあるが、いずれも現在はパキスタン領になっているんだぜ。インダス文明の遺跡はインドとパキスタン両国にまたがる広範囲に及んでいるんだが、インド領にはアラビア海に面したロータルやグジャラート地方のドーラディーラー遺跡などがある。その都市文明の特徴は、街路が整然と東西南北に並ぶ都市計画であったことなんだぜ。現代の日本だと、京都市とか札幌市みたいな感じだね。家屋は焼きレンガ造りで、下水、井戸、浴場などの衛生施設を持つ。公共的な建造物と思われる沐浴場、学校、公会堂、倉庫なども持つ。沐浴場は宗教的施設らしいがな。インダス川を利用した灌漑農業を行っていたし、水牛、羊、象などの家畜も飼っていたんだぜ。また、サイモン土器や青銅器が使用されていたことがわかっているが、鉄器は知られていないんだ。印章も出土していて、印章には象形文字であるインダス文字が書かれているが、未解読なんだぜ。文字が記されていても、解読できていないのは残念だね。他に特徴としては、シュメール人のメソポタミア文明との共通性が見られているんだ。現在の説では、紀元前1800年頃からインダスの都市文明は衰退期に入ったと考えられているんだぜ。そのため、以前のアーリア人の侵入によってインダス文明が滅亡した、という説は否定されたんだ。なぜかというと、アーリア人の北西からのインドへの侵入は紀元前1500年頃であるため、それより約200年早くインダス文明の衰退が始まっていたので、関係がないことがはっきりしたんだぜ。インダス文明衰退の原因については、まだ定説はないんだが、気候の乾燥化、河川の氾濫、焼きレンガ製造の燃料として森林を伐採したため、などが考えられているんだ。古代文明も、自然災害や環境破壊で衰退するんだね。四つ目は黄河文明だね。これは、お隣、中国の文明の話だよね。その通り、古代中国の文明だ。行商文化の発見などから、紀元前5000年頃から、黄河の流域の、黄土地帯で雑穀を中心とした農業生産が始まったことが明らかになったんだ。この中国の新石器時代の文化は、サイモン土器を持ち魔製石器を使用する、前期新石器文化なんだぜ。ついで紀元前3000年代になり、黄河下流に黒陶を標識とする流山文化が後期新石器文化として出現し、やがて青銅器文明の陰王朝が黄河中流に現れるんだぜ。黄河流域に発生した新石器文化と、それを継承した都市文明は、総称して黄河文明と言われたんだ。黄河文明は、四大文明の一つとされてきたが、ほぼ同じ時期に長江流域でも新石器文化が認められたので、最近では黄河、長江文明、または中国文明と捉えることが一般的になってきているんだぜ。黄河文明と呼ばれていたものが、中国文明と呼ばれるように変わりつつあるんだね。ここまでが、世界四大文明のそれぞれの解説ね。ありがとう。ここからは、世界四大文明の共通点と違いについて見ていこう。メソポタミア文明、エジプト文明、インダス文明、黄河文明の、この4つの世界文明は、それぞれ大きな川の流域に栄えた特徴があり、それぞれの地域で文字が利用されていたんだ。メソポタミア文明では太陽暦が使用され、六十神法が発達し、聖書の原型やハンムラビ法典が作られた。エジプト文明では太陽暦が使用され、多神教の宗教が芽生え、ピラミッドの建設やパピルスが発明された。インダス文明では青銅器が使われ、優れた都市計画と技術を生み出していた。黄河文明では新石器から青銅器時代まで農耕文明として栄えていた。大きな川のそばで発展し、文字を使用した共通点はあるけど、それぞれ独自に発展した文明だったんだね。縄文時代と世界四大文明に共通点とかあったのかな？大きな川の流域に栄えた世界文明と同様に、縄文時代の集落は各地の川沿いに形成されていたんだ。縄文時代は文字の利用こそなかったが、世界のどの地域よりも早く土器が発明されていたんだぜ。縄文土器って、世界の他の地域より早く発明されてたんだ。縄文時代の人々は、自然と共存を図り、世界文明で作られた都市機能を集落の配置で作り上げている。狩猟中心の生活から、植物の採集と栽培に移行させていき、食料の確保を図っていった。縄文時代と4つの世界文明との大きな違いは、集落内での身分差や階級を設けることがなかったことだ。指導者となるリーダーを置かず、遠距離の人間関係が構築されていた点にあったんだぜ。約1万年という長い期間継続した時代の中に大きな戦争の痕跡がないことが最も大きな特徴だな。日本の縄文時代は身分の差もなく平等で戦争のない平和な時代だったんだね。こうした背景から考えて縄文時代の縄文文明を世界四大文明に加えて世界五大文明とすべきだ、と主張する説まで持ち上がっているんだぜ。人類が文明を生み出したとされる4つの世界文明は安定的な食料生産と貯蔵ができる基盤を持ち、いずれも大きな川の流域に栄え、文字が使われていたのは、さっきも説明した通りだ。それぞれの地域で人口を増大させ、冶金術や科学技術を発達させ、社会組織を形成していた。
縄文時代は世界文明が誕生する遥か昔に始まり、定住生活を始めるに必要な食料確保のために畑を耕し、縄文土器を発明し、集落が形成されていった。規模や技術は違っても、川の流域で集落や都市を栄えさせたという部分では、根っこは同じってことかな。1万年という長い間継続された縄文時代には、他の世界文明には見られない、縄文人の精神性と信仰心が、基盤となっているとも言えるんじゃないかな。縄文時代は文明とまでは言えないかもしれないが、立派な文化と精神性はあったとされてきている。代々の日本列島の文化は、決して弥生文化だけが基盤となっているのではなく、最近では、縄文文化もまた重要な基盤を成していると言えることが理解されてきているんだぜ。日本列島の文化は多様だよな。例えば、北海道にはアイヌ文化があり、本土には大陸からの渡来文化の、大きな影響を受けた本土文化がある。また、沖縄には南国独特の琉球文化があるってわけだ。そう言われてみれば、日本の文化も一つだけじゃなくて多様だよね。しかし、見逃してはならないのは、それぞれ地域色の強いこの三つの文化も、元をたどれば、いずれも、縄文文化に行き着くということなんだ。つまり、現代日本列島の文化の基盤は縄文文化にあるとも考えられるようになったんだ。長い間、日本の考古学の世界でも、縄文社会は原始的な遅れた社会であると考えてきたんだ。しかし、1960年代からオーストラリアなどで行われた文化人類学者の調査によって、訂正を余儀なくされたんだ。多くの考古学者によって考えられていた、原始的な未開の社会とされた縄文時代の社会は、実は物質的にも精神的にも極めて豊かな社会であることが明らかになってきたんだぜ。縄文時代って、原始時代の延長みたいなイメージもあったけど、そんなことなかったんだね。土器作りや石器作り、また縦穴住居の構造や貝塚の作られ方から読み取ることができるのは、決して技術力だけではなかったんだ。土器作りの決まりや縦穴住居の作り方には、合理性だけでは説明できない。極めて豊かな精神性が見え隠れしていることに気づかされたんだ。しかし、それは見方を変えれば、狩猟採集社会の生活基盤である自然の恵みに感謝を込めて、繰り広げられた儀礼や祭祀に費やされた大きなエネルギーと精神性だったとされているんだぜ。そこにこそ、縄文文化の本質があるのではないかと考えられるようになってきているんだ。日本の縄文時代も四大文明とまでは言えないかもしれないけど、立派な文化と世界観があったんだね。というわけで、今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録、高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。